この動画を見ていただければあなたが盤石なのかがわかります。盤石系の特徴はこちら、身長ビヨーン。石井学科学生整形結果専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのはこちら、盤石系5つの特徴です。最終身長予測をですね、する上において大事なポイント。まあ、先日もですね、最終身長予測の方ですね、まあ、約250名程度させていただきましたけども、最終身長予測する上において大事なポイントっていうのはですね、盤石なのか、早熟なのかっていうところが大事になってきます。盤石っていうことですね、まあ、なんとなく皆さんのイメージあるかなと思うんですけれども、最後にこう伸びていくタイプですね。競馬で言うと、追い込みタイプっていうのが、例えば10頭馬がいたら、最終コーナーまではですね、半分より後ろにいるんですけども、最終コーナー過ぎてからグッとね、一気に伸びて、そこから抜き去って、最後ですね、優勝していくっていう、そういうようなタイプの馬ですね。まあ、簡単な表現を使うとですけども、最後にぐーんとみんなを追い抜くタイプ。まあ、大器晩成なんてね、表現もできるかもしれません。そのですね、盤石系の特徴について今回説明させてください。こちらがですね、その盤石系の特徴。1番、小学校の時は遺伝身長に比べて低い。2番、思春期症状の出現が遅い。3番、身長伸びのピークが遅い。4番、高校生になってもぐんぐん伸びる。5番ですね、高校卒業しても伸びるというような形ですけども、この、ね、5つについてこれからです、ね、説明していきたいと思います。1番目のですね、小学校の時は遺伝身長に比べて低いというところですけども、ちょっとねまた復習したいんですけども、両親からですね、与えられた、まあ、身長という表現になってくると思うんですけど、そのですね、式はこちらですよね。両親の身長の合計足す13÷2、こちらがですね、男子の遺伝身長、そして女子のですね、遺伝身長、両親の身長の合計引く13÷2ということですね。まあ、例えばなんですけども、父親171cm、母親157cm の場合ですと、遺伝身長 170.5cm というような形になります。そのですね、170.5cm をまあ標準でですね、統計学的にですね、こう遡って見てみると、7歳 120cm、8歳 125cm、9歳 131cm っていうのはですね、その標準ペースになってきますので、まあ、それがですね、いわゆるまあ遺伝身長、7歳バージョン、8歳バージョン、9歳バージョンというような感じですけども、その遺伝身長よりもですね、盤石タイプの人はですね、これよりもですね、大体3から6センチ程度低いことが多いんじゃないでしょうか。はい、次2番目ですね、思春期症状の発現が遅い。まあ、思春期症状というのはですね、いろいろあるんですけども、まあ、陰毛がね、一番わかりやすいですので、まあ、例えば男子ですと、14歳とか15歳ぐらいで陰毛が生えてくるような方の場合は、盤石タイプというふうにね、表現できるかもしれません。こちらがですね、まあ、思春期症状の一覧表になってくるんですけど、左がね、女性、右が男性ということで、まあ、女性の場合ですと、乳房の膨らみから始まってきてというところで、まあ、男性ですと、11歳から。大体14歳ぐらいですね、上からですね、1、2、3、4段目と陰毛が入るというふうに書いてますけど、まあ、この時期をですね、思春期の症状として検討することが多いです。まあ、具体的にですね、何歳ぐらいで入るかってちょっと見てみたいと思うんですけど、こちらはですね、内分泌の、ね、先生の室谷先生、室谷先生、ちょっとどちらで読むかわからないんですけど、その先生がね、作ってくださった表になります。松尾先生、1993年の論文、大山先生、2009年の論文をですね、まとめてくださったんですけど、男子の上から3段目の表ですね、陰毛発生、まあ、陰毛が生えてくる時期はですね、大山先生の方だと 13.5 歳前後、松尾先生の方だと 12.5 歳前後ってことで、まあ、12歳から13歳ぐらいっていう感じですね。で次はですね、こちらの表、こちらのデータはですね、内部の井田先生なんていうのかちょっと分かんないんですけども、その先生がですね、作成してくださった表になっています。こちらの表に従えば 11.5 歳頃に陰毛が生えてくるというふうに言われております。まあ、先ほど、ね、データを合わせてみると、まあ、11歳から14歳ぐらいの間に陰毛が生えてくるってことで、まあ、かなりね、レンジがひどい表現になってくるので、ちょっとね、評価は難しいんですけども、まあ、陰毛のね、生える年齢の報告は様々であり、なんとも評価が難しいが、まあ、14歳以降に生えてくるような方であれば、まあ、盤石と言ってもですね、まあ、いいように私は思います。3番目、身長伸びのピークが遅い。先ほどね、表をもう一回ね、使用させていただくと、まあ、男性の場合でありますと、13歳頃にですね、身長伸びのピークがやってくるというふうに言われています。身長伸びはですね、まあ、皆さんご存知の通り、小学校ぐらいの時はずっと淡々と伸びるんですけども、中高生の時は思春期の時にぐーんと伸びて、まあ、そしてですね、まあ、逆に言うとぐーんと伸びなくなってくるわけですけども、そのピークがいつかってところですね、まあ、見てみるのも、盤石タイプか、早熟タイプかですね、判別するのに有効かもしれません。まあ、一般的に13歳頃というふうに言われてますので、まあ、明らかにそれよりも遅いですね。15歳とか16歳ですね、身長のピークを迎えているような方であれば、ほぼ間違いなく盤石タイプというふうに言えるのではないでしょうか。
まあ、同じような、ね、感じになってくるんですけど、4番目、高校生になってもぐんぐん伸びるというのは、これもですね、特徴になってきます。16歳からですね、身長何センチ伸びますかというね、質問を、ね、受けるとすると、16歳からの1年間は、平均で見てみると、実はですね、1.5 センチしか伸びないんですね。まあ、皆さんのね、イメージ的にはね、高校生1年生くらいの時ですので、もうもっと伸びる、ね、イメージあるかもしれないんですけども、平均で見てみると、実は 1.5 センチしか伸びないというか。盤熟タイプはですね、この年齢でも3センチ以上伸びる方がですね、まあ、盤熟タイプというふうに言えるのではないでしょうか。で最後ですね、5番目ですね、高校を卒業してからも伸びるということで、まあ、逆に言うと、ね、高校を卒業しても、ね、伸びるような方は盤熟というふうに言うと、そういうふうな表現もできると思うんですけど、まあ、高校を卒業しても伸びるような方は盤熟ですね、明らかにね。18歳以降身長何センチ伸びるかというですね、検証した動画をですね、先日上げましたけども、そちらの、ね、検討結果では、まあ、大体1センチ程度しか伸びないというふうに一般的に考えられておりますが、やっぱりですね、この盤熟タイプではもっと伸びると。まあ、例えばですね、八村塁選手、NBA のですね、八村塁選手は、高校卒業時199センチ。で、現在203センチということで、まあ、もっとね、高いデータもあると思うんですけど、まあ、最低の4センチぐらいはですね、高校卒業しか伸びていらっしゃるようですので、まあ、八村選手に関して言うと、まあ、明らかに盤熟タイプというふうに言えるのではないでしょう。盤熟系のですね、特徴5つについて、説明させていただきました。参考になりましたでしょうか。はい、今後ともですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。